でじゃあアメリカはどううなってんでしょうかと今お話をしてきたような観点から考えた時にアメリカはどうなってんのかっていうとアメリカの議会の選挙というのは小選挙区制といって1つの選挙区から1人の人だけが当選をしてそのあとは全員落選するっていう仕組みです。 でこういうふうな仕組みというのは一つの選挙区の中で、まあ、簡単に言ってしまえば1票でも多く得票した人が当選をしそれ以外の人は全員落選をしますので社会の中に存在している多数派の意向というのを、まあ、わずかな差で多数派になったとしてもその人たちの意向が通りやすくなるという意味で多数派重視の仕組みであるというふうに考えますで先ほどからお話をしているように失勢制度の方は大統領制になっていますから。 この組み合わせの場合というのは議会の中にどうやって多数派を作るのかということが特に大きな意味を持ちますで、アメリカ以外の国だと韓国とかですね、台湾が比較的似たような仕組みになっています韓国や台湾というのは小選挙区制やそれに近い効果をもたらすタイプの議会の選挙制度と大統領制の組み合わせになっているんですね ただし韓国も台湾もですね実は今のような政治の仕組みになったのはかなり新しいことですでその結果つまり第二次世界大戦以降韓国にしても台湾にしても実際には実質的には1980年代の後半とかそのぐらいの時期になってから民主主義的な政治の仕組みに移行しましたので新しいタイプの大統領制なんですね。そのののの結果韓国が台湾の場合には大統領の持っている、まあ、元々のですね権限がアメリカ スタイルも大きくなっていますでアメリカの場合にはその独立をしたのが、まあ、独立宣言を出したのが1776年ですから今からもう150年ぐらい前。 近く前ということになりますよねでその後今日に至るアメリカの憲法というのが、まあ、できたのが1788年ということになりますからこれももう随分時間が経っています今年ちょうど130年ということになるんですかねあ230年ね230年ということになるわけですよね。だからそのだ,だいぶ昔ということになります。で 簡単に言ってしまうと先ほどからお話をしているように昔作られた大統領制であればあるほど議会の影響力が大きくなっているという傾向が存在しますのでアメリカの場合にはやはりですね議会の影響力というのが非常に大きなタイプの弱い大統領制あるいは古い大統領制ということができます。でそういうこともあって実はアメリカの大統領が単独でできることっていうのはすごく少ないんですね。 で大統領は議会からあその出てきた議会を通過した法案に対していやいやこれはもうとても受け入れることができませんと言って拒否をする拒否権というのとあと議会がですねその必要な政策決定をしてないときにそれをするように促す、まあ、立法勧告権というふうに呼びますがこの2つの権限しかあ主としかもですね議会の選挙に対してもアメリカの大統領ってあまり影響を与えられないんですね。 最近少し変わってきてきいますけれどもでも伝統的にはアメリカの選挙というのは非常に広い国であるということもあってそれぞれの選挙区のレベルでいろんなことが決まっていきますだから全国的なそのトレンドっていうのはあんまりはっきりしないタイプの選挙なんですね。でそういうこともあって議会選挙に大統領が影響力を持持ってんのかってていのかあんま持ってないんまなですねで結果としてアメリカの大統領というのは議会に多数派をどうやって作っていくのかっていう いうのを毎日のように考えないとやっていけない存在だということが言えます。